じゃあ、あったかくなってきたなクッキングタイムスタートスタート作り方わかんない。うん。うまそうな匂いがしてきたな。これなんだっけ、ゆき。クラムチャウダー。クラムチャウダー。見た前このご飯を、はい、あーすごい、はい、ニンニク味付けバッチリだよ。食べよう。いただきますよ。絶対うまいじゃん。うまい。いただきます。どうぞ。あ、うまい誰に言ったあ、とろっとろ。あ、うめぇ。食べよう。じゃあちょっとトイレ。トイレかーい。おはようございます。昨日はアメキャンやったんですけど、かなり快適に過ごせたんじゃないかなと思いますね。うん。やっぱこのメッシュシェルターがね、かなり活躍してくれたのかなと思います。あとね、スノピのね、あっちのタープもかなり活躍してくれました。でね、この3つを連結させることによってかなりね、居住スペースが生まれて、雨に当たらなかったね、昨日ね。うん。一切 2LDK だもんね。2LDK でね、まあこれも天井まで2メーター10センチぐらいあるから、まあ、チェホマン以外はね立って過ごせるかなと思います。どうだった、久しぶりのキャンプは。いや、楽しかった。ちょっと快適だったよ、設備豪華すぎて。設備豪華だよね。うん。もう初心者じゃないでしょ。違う、上級。上級まで行くかどうか分かんないけど、結構ね、設備に力入れた感あります。あるね。まあそんな感じでね、これ片付けて、片付けがちょっと大変だけどね、札幌に帰ろうかなと思います。うめえわ。トートラ、地味。働け働け。よっしゃー、面白かったね。うん、夜景すごく綺麗だったよね。綺麗だったね。トイレもね、男女別でしっかりと綺麗に清掃もされてたし、自動販売機もあるしね、なんせ子供が遊べる遊具がいっぱいあるんで、ここマジでおすすめです。でね、僕たちともう一組だけキャンプしてる人いたんだけど、その方からね、北海道のキャンプ場いいところね、教えてもらったんでね、ちょっと今度行こうかなと思います。南富良野にね、結構いいところあるらしいんで楽しみだな。富良野いいね。富良野いい。富良野行きたい。いや、めっちゃ綺麗だな、景色すごいね。よいしょ。よいしょ。全然違う天気と。ね。うん。コンビニあったら寄ってほしい。コンビニあるね、そこに。トイレ行きたい。あ、そう。いいよ。え、ついでにご飯買っていい？え、なんか食いに行こうよ。あー！なんだそれ。どこから出た？食べる。え、じゃあおやつ買っていい？いいよ。やったー！
何買ったの？納豆巻きとエルチキ。これからそば食べに行く。食いすぎだろ。成長期だから。あ、そう。横に。縦に。2メートル目指してる。そば屋さん近い？そば屋さんね、あと10分だね。いいね。お腹すいた。あ、足りない。足りない。どんだけ食うのよ。これじゃ足りない。これ伊達に入ってんのかも。伊達市。うん。伊達市あんま行ったことないね。あまてか初めてかな。あ、そう。うなぎ。うなぎいいの。いいね。あ、取りすぎちゃった。あ、待って。あ、手のそばが。この魅力伊達じゃない。伊達じゃないんだ。伊達じゃない。伊達だけに。伊達だけにね。伊達だけどね。伊達だけど。伊達だけど伊達じゃない。じゃあ行ってこよう。行きましょう。冷やしとろろそば一つ。エビ天とじそば一つ。あとホタテ天丼のそば、あったかいやつ。温かい。はい。はい。はい、お待ちください。はい。めっちゃ旅館。ね。まあ、キャプテンが映り込んでしまった。褒めようかし。なんていうこと。ホタテ。あ、そう。熱い。うまっ。いや、ホタテうめえな。いや、美味しかったー。ねえ、お腹いっぱい。あ、寝ちゃいそう。いいよ、寝てて。本当アキのお腹満たされた。満たされた。満たされた、やっと。結構食ったから。朝起きてカップラーメン1個食べてる。いつの間に1個は見てたけど。いや、1個ね、6時半前ぐらいに1回起きて、うん、で、シーフードのヌードル食べて。あ、俺が見たのはじゃあ2回目だった。そうそうそう。で、お腹、ちょっとお腹満たされたからもう一回寝たの。おで、起こしてくれたじゃん。そうなんだよね。ウキはね、寝ることと食うことに特化した生き物だから。デブです。うわ、疲れたーな。な、じゃあ次はね、小樽かな。小樽だね。小樽行こうか。うん。ぜひね、動画がいいねと思ってくれたらグッドボタンとチャンネル登録まだしてない人はぜひお願いします。それがね、僕たちの心の支えになります。本当にコメント真似してくれたら超嬉しいんで、絶対全部返します。じゃあ、そういうことでおやすみ。